通にキモくて無理。めっちゃやっぱり死んじゃいました。可愛く載せてくれ。ちょっとツイッター載せるわ私は。メルコさんお疲れ、ありがとうございます。いや、なんか会いたいっていう気持ちはわかるよ。会いたいっていう気持ちはわかるから、別にその会いたいっていう気持ちでその最後まで出待ちしたいのはわかるんだけど、嘘はよくね。普通に何か嘘ついてまでされると普通に気持ち悪い。もしそれが私のファンの人だったら、私のファンやめてほしい。そんなので迷惑かけないでほしい絶対。なのでもし今後イベントがあった時はそういうのやめてほしいなと思います。本当に出待ちが別にダメとかじゃないけど、嘘ついてまで楽屋裏に入ってこようとするのは本当に気持ち悪いですし、何を考えてるのか分かんない。頭おかしいと思う。何考えてんだ本当に。イベントはすごい楽しかったのに、なんか最後の最後でそんなことがあると、そもそもイベントの方にもご迷惑がかかってるわけだし。 YK さんほらありがとうございます。そうだし、なんて言うんですかね、なんかどうしてもやっぱ一括りで見られちゃうじゃん、どこどこのファンの人って。そうだから普通に誰々がじゃなくて、私たち例えばファンの人の名前分かったらさ、誰々っていうファンの人がこういうことしたらしいよって言うけどさ、他のスタッフさんからしたらさ、 HKT のファンの人がこうこうこうでこうだったって言われちゃうからってなってくると、やっぱり HKT に今後ね、お仕事とかの関係で、ね、難しくなってきたりもするし。うん、やめてほしいですね本当に。なんか別にお仕事がとか、まあ確かにお仕事にも影響してくるからとかもあるけど、人間としてやめた方がいいと思う絶対に。普通にそうなので、皆さんは絶対にしないように。そんなことしたら普通に私Twitter もインスタもブロックして、ショールームも一生ブロックしておきます。気をつけてください。ちなみに今日私のファンの人一人、全然知らない裏口から、私たちだからその方がいたから、ちょっと裏口からその方たちにこうね遭遇しないようにちょっと出たんですけど、そしたらまさか私のファンの人が遭遇とか出待ちとか関係なく普通に昔の古い友人と喋ってたら、私たちが登場して出待ちしてる人みたいになるっていうすごい、その人めっちゃ気まずそうにしてたけど。いや、私はその人別にそのなんか悪い人じゃないし、そういうことしてるって思ってなかったから、わざとちょっといじりましたけど、そこで「出待ち出待ち」とか言ってそしたら「違うよ」とか言ってそうちょっと逆にちょっとなんかバイバイってやって、ちょっと横の方にその人はずれてくれたりしたんですけど、そうなんか。普通にそういうそこまでしてくれるファンの人がいる中で、普通になんか嘘ついてまでそういう気持ち悪いことをしようとするやつがいるっていうのが私は許せなかったですね。リエさん100回目の方もありがとうございます。だから私は全然その偶然会った人とかは全然なんていうのその何て言うんですかね、そんな怒られました、やめろ、怒ってないって思ってないから、そんななんかわざといたとか。天文地さんかぼちゃありがとうございます。来月か劇場の定員数かある。あ、さっきコメント来てた、そういうことね。それ何のことだろうと思ってたんだよね。増えるってことかな。まささんかぼちゃありがとうございます。ね、ブース回ってる時はねそんなことなかったんですけど、
大ちゃんお疲れありがとうございます。口内禁止、思ったより口内大ちゃんだった。コウキさんフォローありがとうございます。初見さんでね、ありがとうございます。280になる。うん、ナイチームで走れて怖いです。食い直しになりました。うるせえ、こっちに手振らずに真剣に走れ、真剣に。今日絶対日に焼けたね。ソーツアドハート見たらありがとうございます。リアップさん、かぼちゃありがとうございます。大地さん、お疲れありがとうございます。ファッションショーおしゃれだった。なんかね、私なかなかこう首のなんていうんですかね、タートルネックのお洋服は着ないんですけど、今回選んでいただいたお洋服がタートルネック、久しぶりに着ましたね。可愛かったよね。とかあの上着が可愛くてめっちゃ良かった。あれいきなり MC、 そうなの、私も知らなくて、知らなくてというか、もう何日か前に分かったんですけど、まさかのゲスト。いや待って、でもね、私その MC に対してちょっと一句言いたいことがある、物申したいことがある。しまむさん100回目のおめでとうございます。メルコさん、かぼちゃありがとうございます。あの私ちゃんと台本に忠実に沿って立ってたんですよ、そのアナウンサーさんの横に。基本的には私はゲスト MC だから、基本的には喋らずに横でこう、例えばこうフリートークとかの時にお話ししますよっていう。キャスさん300回目のおめでとうございます。そういう役割で私は隣にいたんです。だから台本通りで、別に私はそんなにセリフはなかったんですけど、ありがたいことに大分出身ということでゲスト MC にしていただいたんですけどそしたらなんか、クリの横に立ってるだけで何も喋んねえじゃねえかみたいなツイートされて、いや台本に私のだって喋るとこないんだもんって思ってそんなの書かれても困るよみたいな、台本にないのに私が言ったらおかしいでしょって思ってそうなので、あの先に言っときます、ちゃんと台本に忠実に私は立ってました、隣に。私はそういう役割だったんですそうです、私はゲスト MC です。なのでそんな私がこうしゃしゃる場面ではなかったんです、あれは。でもちゃんとね、振られたら私話してたじゃないですか、別に。なんかずっとそう、なんか一言だけさ、なんか確かになんかその、そうですねとか、うんうんとかあったけど、でもちゃんと喋るとか喋ってたじゃないですか、私ちゃんと。なのになんか悔いの横に立ってるだけで全然喋んないじゃねえかみたいな、すごいなんか怒られてツイッター書かれて、いやいや待てみたいなそうだよ。だからあの先に言っときます、先というか後ですけど言いますよ、あの私の台本に忠実に立ってました、隣に。決してあのサボってたわけではありません。でも楽しかった。なんかでもメイクさんに今日めっちゃ可愛いよって言われて、なんで今日って言ったの、緊張してる顔の方が可愛いのかなって言われた。なんちゃん棒出しかと思った。ちゃうんだって。いやでも今回ゲストの方がすごい方たちばっかりね、そう議員さんとかなんかいっぱい出てきちゃって、おおすごいこのイベントみたいな、大きいイベントっていうのはもちろん分かってたんですけど、なんかゲストがすごい豪華すぎてこれ私が名前呼ばなくてよかったなって思った、ちょっと。ツイッターでやちゃんごぼう抜きってことね。そうでもない、そうでもない。マサさん、かわいい、ありがとうございます。外務大臣さんもいらっしゃったとか、びっくりだよね。元上司が来た。あ、そうなの。めっちゃ頑張ったよ、超走ったよ。いや本当は最初私たち走るの260だったんですよね、1周分だけだったんですけど、何やかんやありました、2周になりまして560m 走る組になりまして、めちゃ久しぶりにめっちゃ全力で走った、本当に。私たちのチームは1周遅れだったので、
めっちゃもうやべ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 って見ながらめちゃくちゃ走りました。想像したより大きめのイベントびっくりしたね。楽しかった。でも私結構楽しかったです。なんかまあもちろんライブはなかったんですけど、でもそもそもあれはスポーツのイベントなので、別にそのライブというよりはまあもちろんスポーツを楽しむイベントで、まあ別になくてもまあそれは普通なのかなと思いました。まあ確かにそのファンの方的にはその歌って踊るとこ見たかったかもしれないけど、まあそれはクリエイターとかあったんで、そうなんですけど、思ったよりこうなんかいっぱいいろんな体験ブースもあったし、まさかファッションショーね、ああいうあのイベントの中にファッションショーがあると思わないし、駅伝もすごい楽しかったし、疲れましたけど息切れすぎてずっとなってたけど、そうだし今回あのうちらはあの写真撮影可能でしたので、まあねカメラ持ってきてる、ガチカメラ持ってきてるファンの方がたくさんいらっしゃってね、それはそれで楽しかったですけど走ってるとこちょっと顔や絶対やばいからマジ写真あんま載せないで綺麗になんかみたいな顔の写真だけ載せていいよ。新カメラ撮りまくったね。おったね。ランウェイ体験できたから、いやまさかの私トップバッターみたいなドレスの方々が言った後まさかの私がトップバッターで、ね、トップバッターですかみたいな、なんか普通こういうのってモデルさんが言った後にこうモデルさんのなんかなんていうのお手本見ながら行くもんだと私は思ってたかな。に歩いててなんかモデルさんの一回見たかったなみたいな、やっぱドレスと私服系のじゃこう歩き方とかもこうポーズとかも違うじゃないですか。いやなんかウィンクをしたかったんですウィンクをしたかったんですけどあのモデルさんの前でウィンクを失敗したくなすぎてやめました。ウィンクは亀子さんが撮った伊沢ちゃんと、ね、あのツーショット私も好きなんだよね。そう2人ぐらいの人が載せてくれててありがとうございます。あれ私も結構好き。今日ね伊沢ちゃんと結構一緒にいた。楽屋は目の前に伊沢ちゃんがいて右横に愛知がいた。以前前の小さい子が大好きだった。可愛かったね。あのねなんか3組ぐらいで踊ってたんだけど2組目のセンターにいるあのすごいちっちゃいんだけどもうダンスめちゃくちゃ上手くてなんかすごい迫力あるダンスやってて1人だけ一番めっちゃ可愛かった。連れて帰りたいなって思った。可愛かった奈ちゃんウィンクめちゃくちゃ下手くそ。そうこけなかったからOKですよ。なんかモデルさんの世界ではもうガチトップモデルとかの世界では例えば誰かがこけちゃうとするじゃないですか、あのつまずいたりとかね、あたってなるじゃないですか。完全にこけなくてもつまずいちゃったら他のモデルさんもその人より後ろの人は暗黙の了解でそこで同じとこでつまずいたふりをしなきゃいけないんですよ。そうなんでかっていうとモデルさんってこけたランウェイとかでこけるなんて言語道断のことだから、こけちゃったらもうモデルとして生きていけないというかモデルとしてそのステージに呼ばれることないんですよ絶対に。でもそれはやっぱかわいそうじゃないですか。だから他のモデルさんがあえてそこでつまずくふりをすることによってステージのせいにするっていうのがあるんですよね。森ちゃんかぼちゃありがとうございます。パリコレだけなのかな。そうそうそう、だからそうあえてそこでちょっとつまずくふりをしてステージが滑ってるんですよみたいな、あのそのモデルさんこけたんじゃなくてステージが悪くてあのみんなそこで滑ってるんですよっていう演出をわざと他のモデルさんとかもするらしいんですよ。そうまあ多分だから暗黙の中では正直周りの人たちはみんなわかると思うけど、あの多分あ最初のあのモデルさんがこけたんだろうなみたいな、でも後ろの人たち合わせてあげたんだろうなってっていうのは多分わかると思うんだけど、でも暗黙の了解としてそういうことをするんですよ。そういうなんかもうすごいパリコレみたいなとこって、
そうだから私がこけたらどうしよう、みんなこけなきゃいけないのかみたいな。そう TikTok、 あそうそう、私も TikTok でしたの、そのこと。そう頑張ってこけないように歩きましたよ。でもヒールがいつも履いてるのは高さなんで、ヒールの高さには問題なかったんですけど、私はあの気を抜くと足が全然上がらずに歩いてるので、そうなんと なんとかこけずに歩けまして、そうそう優しさみたいな感じ。HK 対こけたネタにされるから、そうそれで、そうそうあのトーク、まあそのことをまあ大々的に言うつもりではなかったんですけど、小田さんはあるらしいですよ、なんかあのいいよって言われたと思ったか出たけど、それがなんか余ってって聞こえて戻ったら、いや全然いいよって言われてそのまま出されちゃったっていう。あれにしたの、いやあれに関してはマジぶっつけ本番なんですよ、実はあのランウェイって、あのステージを歩く時間がやっぱなくてリハーサルとかで、なのであれみんなぶっつけ本番です、ランウェイは。当日出る直前と出るちょっと前ぐらいに動線確認をして、でもここでポーズ、まあ、大体何秒ぐらいとかそういうのが決められてたので、まあなんとなくそういうのをやって急いで出たので、ぶつけ本番です、あれは。にしては頑張ったと思いますよ。でもさ、モデルさんの顔がちっちゃすぎて、あ、骨格から違うなと思って、だって私の腰がこの辺にあるってさ、モデルさんの腰この辺にあるの、やばいよね、びっくりした、マジで。マジでモデルさん足長すぎえみたいな、そんな足長いっていうぐらい本当に足長くて、しかも顔もめちゃくちゃちっちゃいんです、やばいよねマジで、本当にやっぱなんか違うんだなって。いやわかるよ、違うのは分かってたけどさ、違いすぎて骨格からして、いやマジですごいよね、あれはすごいよ、顔がだってマジで本当にもうこんなの、マジで。足長いし顔ちっちゃいし、マジでもうびっくり、いやモデルさんの世界ってすげえなって思いましたね。駅伝でもそうそうそう、めっちゃ綺麗だったよね、あの駅伝走ってた男性の方と女性の方、そのチャイナの衣装を着てたモデルさん、どっちも顔綺麗、なんかもうすごい、あのね横から見た時にここの肉がないの、もうここがねカクンってなってんの、ここがなくて、いややばいよ、すごすぎる。うんなんかもうだってドレス着てるとことか、なんかマジなんかえここはディズニーランドですかっていう感じだったの、綺麗すぎてみんな最後まで見ることができることです、ありがとうございます。暑い中、確かに TGC でいっぱい見るんだよねそういう人ねあれれれれ、それでも私今回私服着たいんですけど、ドレスも着たかったな。初見さん、ティファさん、ありがとうございます。ドレスも着てみたいな今度。すごいでも楽しかったな。チャイナの方顔ちすぎて、えやばいよね、顔ちっちゃすぎて、なんかねあれみたい、パーツ間違えたみたいなやつだもん、プラモデルとか。楽器演奏歌もめっちゃ、えうまかったよね普通にすごすぎてさ、みたいな。私結構ああいうイベントって好きなんですよ、なんかだからなんか楽しかった、シンプルにただ楽しかった。私ボール投げはね
あの分かった、愛が難しいって言ってた理由が分かった。ボールがめっちゃ軽いんです。めっちゃ軽いし、多分リナと愛ってバドミントンやってたから、ここ真上で投げるんじゃなくてちょっと下のとこから投げちゃうんですよ。こうなるように。バドミントンって羽を上に打たなきゃいけないから、この角度で打たなきゃいけないので、多分ねこの辺で手離しちゃうんですよ二人とも。だから余計ふわーんってなるの。サンバさん100回目のありがとうございます。まあ、だからもうそこで手離す癖ついちゃってるから、余計二人とも上にボールが行くんですよ。そう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 、いや楽しかった、めちゃくちゃ楽しかったです。ぜひ来年もし呼ばれたら皆さん走ってください。バドミントンある、なんだと思う、多分そうだと思う、めっちゃボール軽かった。そう、でもいっぱいいろんなもの出させていただいてすごい楽しかったです。あれ県民やないと走るのかな、どうなんだろう、そうなのかな、ファンでしたから。でも手を振りながら走るから、手振らずに走れーっつって追い越せーっつって。司会の江藤窓口さんと少し話した、あ、そうなの、200m、 260m かな、一周が約。お、一般の人4周のとこもある。私は2周だ、多分ちっちゃい子と芸能人枠は2周かな。県民じゃなくても今回受けた、あ、そうなの、マラソンしてるから高橋奈子さんと話したかった、すればよかったのに時間なかったかな。太鼓の達人の鉄拳、なんか太鼓の達人はそもそもやったことあったんだけど、あのボタンが思ったより強く押さないといけなきゃいけなくて、私が軽く押しちゃったから反応されなくて、最初フルコンボだとはできなかったんですけど、そうなんですけど、鉄拳っていうのはあれさ、私たちそのなんか事前に練習とかないから、どこで相手の蹴りをガードするかとかも分かんないし、まあ、蹴るのこと殴る場所は分かったんですけど、そうガードのボタンがどこか分かんなくてガードしようにもできなかったんですよ。だからもうとりあえずずっと殴りまくって永遠にパンダさんで、なんとか勝ったよ。昭和仮面昭和仮面めちゃくちゃ面白い。昭和仮面とあと国先起こすんじゃだっけ、めっちゃおもろい。あれ絶対きついでしょ、あの格好で走るの。いやでも楽しかったよ。ぜひね、来年ももし大分会場であったら皆さん来てください。昭和仮面、昭和仮面走った後だってもう疲れ果てて寝転んでたもん。だったらメインスリート北斗天国にね、すごかったよね、止めてたもんね。写真整理終わったから随時ツイッターに写真あげてるか見てね。 OK、 ありがとうございます。2キロぐらい、死ぬ死ぬ2キロ走ってるとからしいね。なんか音楽のあれでしょ、なんか著作権的なのがあって、あれ何で放送されてたの、配信肉の S 違うの、4区になったのうちら結局。そうでもなんかもっと早く告知してほしかったっていうことも結構言われたんですけど、なんかいいイベントだからこそみたいな、うちらも初めてのイベントだからどこまで言ってもいいか分かんないし、
そう言えることにも範囲があるので、そうなのであれが結構言った方です告知は。そうやっぱ初めてのイベントってやっぱマネージャーさんたちもどこまでこう表に情報を出していいのかとかも分かんないので、そう、まあ、だから来年とかからもしこのイベントにまた呼ばれるってなった時はあこういう感じかなって言ってこうなんていうのそのみんなに早めに告知ができるかもしれないですけど、そうこれが結構ギリギリだったので、ね、そこは申し訳ないですけど我慢してください。そう私どのイベントに出るかってそもそも言ってもいいかも分かんなかったし、あショールームもあったんだ、なんかすごい文句をいただきましたんでツイッターで早く告知しろよっていう、そうあとちょっと怖く撮影は OK だったんですけどこっち向いてよみたいなピースしてよみたいなすごいなんか怒った感じの口調でなんかすごいこうメンバーが振り向いた時にピースしてみたいなすごい怒ってる方がいたんですけど怒らないでください。バクタラさん、かぼちゃありがとうございます。そんな怒ったら逆に私は天の弱なんでそっちも行きたくなくなるので普通にやめてください。クイナがカメラ目線くれると触れなんでよあんなにカメラ目線したのにちゃんと撮ってよ。このイベントの強さ、いやーいやファンの人嬉しいと思うよ、まあ、そのライブを見たい人にとってはちょっと物足りないかもしれないですけど、でもやっぱこう撮影もできますしメンバーが走ってるとこガチで走ってるとこ見たい人にとってはすごいいいイベントなのではないかなと。まあ全員が全員そんな方ではなかったんですけどやっぱちょこちょこね、まあ、みんなでルールを守ってね楽しく遊びましょう。今日スタッフだったから、ああそうなの、スタッフさんだったの、あんたおかえりありがとう。違うレフ持っててよかったね、写真めっちゃ上手だね、さっき保存した HKT ファンだけ、そうなんですよ、いっぱい来てくれてファンの方、ハッピーは見えてるのか、あ見えてる、客席からアンコールじゃなくてなんだっけエンディングフィナーレ持ってるとこ見たよ。マサさんお疲れありがとうございます。トシ君さん400回目のもありがとうございます。無線くれた時に限ってレンズのピントが暴れてあー、まあ、あるあるっちゃあるあるなのかな。そうね、あとシンプルにメンバーが出てない時やっぱこうもし暇な時間があったらいろんなイベントブースとか例えばこう今話してる人だったりとかの話とかなんかもっとこう聞いたりしてもいいのかなと思った、なんか普通に楽しそうだなと思った。私ちょっと裏にいてずっと表にはなかなか出れなかったんですけど、その自分が出る時間以外の時は、そうあとテレビ TOS さんの中継もあったんですけど、私その中継って私知らなくて収録だと思ってたんですよ。だからそのちゃんとした告知ができなくてすいません、中継でした。結構でも中継拡散していただいてありがたいことに、私もともと中継枠ではなかったんです、出る予定じゃなかったんですけど、みんなってことになって中継みんなっていうかその e スポーツとかする組の方に私入れていただいて中継とかも出させていただいたので楽しかった。
ブースに出店された食べ物食べましたか？私ね、ブースのね食べ物側行けてないんだよね。お昼ご飯がでもあれだった、ローストビーフのサンドイッチみたいな感じでした。それブースって言ったのかな。カレーかローストビーフのサンドイッチか卵のサンドイッチだったんですけど、ローストビーフのサンドイッチ食べました。めっちゃ美味しかった、すごい良かった、めっちゃ美味しいし、レモネード飲みたかったですね。でも私朝早かったからまず1本オルナミン C 飲んで、途中で暑すぎてもう1本オルナミン C 飲んだ、今日2本飲んじゃった。ラウタンタロさん代わりありがとうございます。劇団1位チームの商品は高橋尚子さんのサイン入り T シャツ、めっちゃいいじゃん、めっちゃ豪華じゃん。ワルタン太郎さん、なんだっけ、コウモリありがとうございます。ケバブさん食べたい、そうなんかケバブとかなんか牛タンとかあったか、それも食べたかったんですけど、やっぱファンの方がありがたいことにいっぱい来てくれてる分余計出られなくて外に。なかなかね、ズワホンさんはね、そうあったんですけどなかなか絡みはなかったです。でもあの裏で可愛いねっていっぱい言ってくれました。NHK の前にイエーイって言って、すごいノリのいい方でした。グッチーさん、かぼちゃありがとうございます。ゆだちゃん多分つぶらなみかんじゃなくてつぶらなゆずじゃない、弁当の山。私もクレープ食べたくてさ、近くのささつまいもクレープっていうのが売ってるとこあったから食べたかったんですけど、なかなか行けなかった。あ、そう、渡辺さんもちらっと挨拶をしました。ほんと一瞬だったけどね。渡辺さんは別の取材でちょっと来てたっぽくて、だからお疲れ様ですって言って、本物だけね、給水所か、そんな長くなかったもんね、そもそも一周一周がね、8周走ってる人もいたけど、今日めっちゃ暑かった。でもマジで クレープ食べた、いいな、私もクレープ食べたかった、ずっと昨日クレープ食べたかったんだよね。あー楽しかったな。でもイベントの共催が渡辺さんライバル、いやでもそもそもあの渡辺さん自体もあのお仕事もありましたから、あのどっちにしろそのアイドルの時間は収録できなかったんですよ、あの向こうの都合もあって。そうなので別にまあそのまあライブ所とかもあったかもしれないですけど、どっちにしろあの多分できなかったと思います。タスキがそうほどけちゃって走り始めた瞬間急いで結びながら走った。タカさん、ね、ご花火ありがとうございます。フェイベンチでトップ3に入ってらっしゃった、本当よかった。空いた時間でトゲのバンド修理に行ってた。頭いいな。レモネードも爽やかで美味しかった、飲みたかった。でもいいもん、途中でマネージャーさんがスタバ買ってきてくれたもん。スタバ飲んでました。でも私たちも最初スタバ飲みたいなって言ってて、パッてモデルさんたちの楽屋が見えたから見たら、モデルさんたちもスタバ飲んで、モデルさんはやっぱちげえなみたいな、入りからスタバだみたいな、おしゃれとか思って。チョクさん、花火ありがとうございます。パークプレイスも楽しかったからね、おいた結構楽しいイベント多いでしょ。でもゲスト MC なんてする機会なかなかないから本当に緊張した。でもなんか嬉しかった、アナウンサーさんとずっと裏で確認してた、いやここはこうですよねとかね。空いた時間にサシーさんの親戚がやってるラーメン屋さん行った、あマジ鶏ネギラーメン、あすごい美味しいでしょ、美味しいでしょ、私のとこみたいに言うけどめっちゃあれ美味しいよね。つぶらのかぼす大好き、私も大好き、つぶらのかぼす。配信の開会式でねちゃんのラーメンが配信、ほんと今日でもね上のラーメンは結構ねほら控えめなの見えないでしょあんまり、モデルさんとしてお洋服着る予定だったからあんまこう派手すぎたらあのおとなしいお洋服に合わないかなと思って。マサさん、ありがとうございます。
そう、みたらいさん、基本はみたらいさんが喋るから栗山さんはね隣でこう相槌打ってれば大丈夫だからって言われました今日のその主催の方に。ヤスプッチーさんと黒花火ありがとうございます。回転まで来たと、あ、そうなんだ。まあ、でもあそこ大分の駅の近く行ったらそこ行きたいよね、ファンとしてはやっぱり。久々に大分駅内ブラブラしてたらお土産たくさん買ってしまった。駅構内っていうのあれは違うか。腕が痛い。お土産買う時間なかったんですよ。私もシフォンケーキ買って帰りたかったんですけど、今日メイクさせてもらったわけじゃない。ああ、じゃあ今日も自メイクでした。もっと黄色い T シャツおじさんとしたらいつか行きたい。めっちゃ美味しいですよ。私すごい好きなんです。天気良くてよかったね。よかったね。でも暑すぎた逆に絶対焼けたと思う。日焼け止めは軽くなりましたけど。鳥天せんべい買いました。え、いいな。鳥天せんべい私すごい好きなんだよね。超美味しいよねあれ。ね、楽しかったです。ぜひ来年もね呼んでいただけるように。でもあの今日 TOS さんのお偉いさんともご挨拶したので、まあぜひいつかねテレビも、ぜひうちの番組に遊びに来てくださいって言っていただいたんで、ぜひって言ってそうテレビとかもね呼ばれたらいいですね。頑張りますよ。そのためにアドリブ力が私ないのでアドリブを頑張ります。10周年26昼一般当選、他の前方席は全滅でした。ああ、そうなんだ。残念。やけども皮膚呼吸ができなくなるし、じゃあ私は結構呼吸ができてなかったのかな営業できたのね。言い方言い方言わないだろ。頑張ろう筋肉痛がいつ来るか心配。怖すぎ。夢色音楽祭、ほう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 。アドリブダメ、あ、本当？アドリブダメ最強だな。私アドリブダメの方が合ってるかもしれない。またウィットでイベントしていく。ありがとう。ね、ハンちゃんもね次は一緒に行きたいですね。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。54分、あと4分ぐらいでランキングもかな。いやでも楽しかったな本当に。マクトラさん、かぼちゃありがとうございます。生誕セット申し込んだ、ありがとうございます。今見ながら写真保存しながら配信してるから、
クリエイターズに行ったはるかさんが悔しがりそうな、いや向こうにはユエルさんがいるから、絶対悔しいとか思ってないよ。別に古川さんはユエルさんがいればいいから。なちゃんの福袋2個購入、肉玉買ったの。すごい、ありがとう。そうだ、でもこっちには外務大臣様がいたからね。圧倒的勝ちよ。生誕グッズは今日までじゃないよ、24日までです。まさちさん200回目のおめでとうございます。撮影写真の間ね、そうだよ、だって多分向こう撮影ダメだったでしょ。またなんか大分のイベント系あったらいいですね。ラジオ系なりなんなりいろんなの。まあぜひ今日可愛い写真を撮ってくださった方は可愛いやつを載せてください、半目じゃないやつを。よしきさん400回目のありがとうございます。すごいイベント、え、そうだったよね、やっぱ普通にすごいイベントですよね。で10年目だし、豪華、ゲスト豪華すぎるし、楽しいし、普通にめちゃくちゃね、めちゃくちゃいいイベントでしたよね。すごい、でも皆さんの想像よりもすごいいいイベントだと思う。マサさん花束ありがとうございます。SD カード購入してきます。いってらっしゃい。今回クリエイターとしました。こっち連れてこられたからね。10万円でも参加したイベント、すごいな、10万円でも。でもだってサエさんなんてドレス着てサエさん綺麗すぎてトレンド入ってたからね、栗原サエで。じゃあということで、そうそうランキングを見まーす。13位ケロックにさんありがとうございます。12位はるかさんありがとうございます。11位すみさんありがとうございます。10位大ちゃんさんありがとうございます。9位チョクさんありがとうございます。8位やすぷっちーさんありがとうございます。7位正代さんありがとうございます。6位翔さんありがとうございます。5位たかさんありがとうございます。4位三角さんありがとうございます。3位めるこさんありがとうございます。2位まささんありがとうございます。千葉たん太郎さんありがとうございます。あじしぬくさん、ドクロ花火ありがとうございます。グッチーさんお疲れありがとうございます。HKT ちょいとじさん花束ありがとうございます。ベリハマチさんありがとう、ありがとうございます。ジュンちゃん、神崎まさかずさん、チョクさんお疲れありがとうございます。ケロックニさん、コウモリありがとうございます。バクトラさんお疲れありがとうございます。三角さんお疲れありがとうございます。ということで、バイバーイ。おやすみー。今日は寝るぜ。ちゃんと化粧を落として寝ます。マサさんありがとう、ありがとうございます。ユタカさんお疲れありがとうございます。バイバーイ。今日来た人は寝てね。絶対暑くて疲れたと思うんで。おやすみなさーい。